民法と道義上の責任、宮本百合子。民法が改正されて、妻の人格が認められるようになった。古い民法では、夫人が結婚して妻となると、無能力者になり、経済上の権利、親権、その他で、無能力とされていた。新しい民法では、夫人の権利の抹殺を取り消したものであり、 財産に対して妻は夫と似た発言権を持つことになった。権利があるということは義務があるということである。夫が不当財産を蓄積して一家の経済が向上した場合、妻はそれを分けてもらう権利を持つようになったが、同時にこのことは不当財産を蓄えたという夫婦の共同責任が存在することをも意味する。 私は何も知らないでという言い訳は古い民法時代にこそ事実であったが今日では通用しない夫がどんな不正な富を蓄積しようと分けてもらう権利が妻にあるとそれで問題を終わりとするならその人は妻というより目掛的な存在であり賠償不的な存在であるなぜなら妻は結婚生活において 夫の道義的生活に対しても密接な関係を持ち、責任の一般を負っているのであるから、道義の大敗は家庭婦人の清らかさを濁らしている、いわゆる両家の主婦たちが娘や婿と一緒に、それをエログロ雑誌だとも感じないで、いかがわしい雑誌を平気で見ているような無感覚、どんな筋からであろうと、物と金が流れ込めば、 その源を詮索しないのが利口というような社会的責任の堕落、家庭婦人のモラルの問題は彼女たちが母であるという意味において真面目に見直されなければならない。1948年11月。